匠。手先の技術や道具を用いて工作物や建物を作り出すことを成りとする人。美しいものを作り出す技。その雄大な流れとともに悠久の時を刻む信濃川。その川のほとりに佇む一軒の小さな工房。ここにある時計を作り続ける職人がいる。砂時計の匠、渡辺虎三郎。ガラスの中を流れ落ちる砂とともに40年以上の年月を刻み続けてきた。渡辺が作り出す砂時計はグラス砂時計と呼ばれるもの。木枠を使わないガラスと砂、ただそれだけの砂時計。ガラスそのものを唾を出してですね、まあ、そのまま立つわけですわね。まあこれなかなか本当にできないんですわね。ガラス職人渡辺虎三郎の砂時計作りが始まる。渡辺の砂時計作りはまず砂を作ることから始まる。使われるのはシリカゲルと呼ばれる乾燥剤。天然の砂は砂時計には向かないという。普通の砂っていうのはね、丸くなってね、もうリコボコになってるんじゃないんでしょうかね。そうすると滑りが悪い。これをフライパンで火にかけ水分を蒸発させていく。乾燥させすぎても砂時計の砂には適さない。まあ、今までのこうやっておったまあ感ですわね。まあ、大体はやっぱり 20% ぐらいは水分があると思うんですわ。中に含まれていると思うんですわ。これを完全に乾燥したらね、こう振ったらね、もうみんなこう付着してしまう。およそ10分間フライパンで煎ることで砂が完成する。続いて砂時計の本体を作る。材料となるのは長さおよそ2メートルのガラスパイプ。これを砂時計のサイズに切り取っていく。この作業ではガラスの特性を生かしたカット技法が使われている。これ切れてるわけじゃないんですよ。熱で切ってるってことでしょうね。熱によって変化するのがガラスの特性。それを生かし熱を一点に集中させ切断していく。こうして砂時計の原型が出来上がる。次にガスバーナーに向かう渡辺。ここで砂時計の形状を作る。
熱で加工を施すガラスの作業は火加減が命。渡辺はバーナーの温度を見極めながら酸素の量を調節し、3本の火柱を使いこなす。まずはガラスを低温のバーナーで加熱。そして温度の高いバーナーで砂が流れ落ちる部分、くびれを作り出す。温度が異なる3つのバーナーを巧みに使い分け、繊細なガラスの曲線を作り出す。で、ガラスっていうのはね、ヒーティングにやっぱり手加減しないとねじれるって聞こえるんですよ。両方とにかくこう均等に力を加えないと穴がこうまっすぐにならないで。長年の経験で培った指先の感覚がここで生かされる。平均的に不良を出さないで、まあなんとかこうやれるにはね、結構努力して10年ぐらいかかると思いますよ。もともと電球などのガラス製品を作る職人だった渡辺。しかし転機が訪れる。電球をやって、それで3年ぐらい経っても、まあいろいろ賃金の安いところで生産がもう移ってですね、うちらでは仕事がなくなって、そしてまあその砂時計というのを始めたということですね、はい。人を引きつけるものを作りたい。しかし当時日本には砂時計を作れる職人は誰もいなかった。こう自分で考えてさ、まだあの頃砂時計なんていうのはほとんどわからなかったですわね。まあ失敗の連続だね。以来砂時計だけを作り続けてきた渡辺。今日までガラスに触れなかった日は一日としてない。バカバカなりにこういろいろ研究してですね、まあなんとか格好になるようになったと。毎日ガラスに触れ向き合うこと、40年間の毎日の積み重ねが職人としての渡辺の礎になっている。続いて砂時計の底作り。ガラスだけで自立するためのツバと呼ばれる部分を出す。砂時計職人として誰にも真似のできない技法で底を作り出すという。